試合が土曜日だったってことに今気づきました。もう終わってますね、清水戦。てっきり日曜日だと思ってたんですけど、結果だけ見ました。で、一応テキストで誰が出たかとか、そういうのは一応見たので、スタメンの並びはこんなもんでよかったのかな。ちょっとまだ試合見てないんですけど、ウーゴが出たみたいですね。なので、ちょっと慌てて、このゲームでも移籍させました。で、ちょっとこの試合でも途中で出そうかなとは思います。あ、で、菅も戻ってきたみたいですね。まあ、問題ないようでよかったと思いますけど。あとはこんなもんでよかったかな。間違ってないよな。はい、ちょっとチェックはできました。じゃあこのままやりますか。セットプレイチャレンジって言いますけど、ああ、なんかフリーキック決めたみたいですね、久しぶりに。このゲームのフリーキックは全然わかんないんですけど、一回も決まった試しがないです。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターあ、がなん押しか寄せ新野たスがタジア大ムは怪我したとかっサッていカーうにのもってはこいなのんか天見気まにしたけ恵まれど。ています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、北海道コンサ下ドー手レした札幌らが清水エ来スパ年のルス開と幕間戦いに合わまないす。ぐらいなそれんじぞゃれない得かっ意とすてるいスうタイルはあるでしょうが、いかに説そのがあ形りにま持すち込けむかど、が鍵でしょうか。おっと裏へ出し結た。構アラノは今年今日の試合に出場す一るホ番ーム欠かチーせムないのぐラらイいンナッのプです。感じになってたの攻撃で、的な3-4-3ですだいぶ痛ね。いと思いますけ攻ど。撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。そういえばなんか先制点を取られたらしいで攻撃す的ね。な4-5-1ですね。ボール奪5取1がで勝っ鍵たになのりにます。先制点を取られたと。J。相手に渡ります。ボールを奪われました。どこがファここール？はファールの判定です。警告はなさそうですね。なんかジャッジおかしい気がするんだよな、このパゲースムはの精度に欠レけまフしリー。た。タッチを割ってスローインです。金子翔太、ここからどうするのか。低いボールを強く入れおった。と。キーパーがしっかりと止めました。ここはサイドへパスを出します。突破できないな。チャンスにつながりそうでしたがディフェンスに阻まれました。攻あ撃ら、は失敗でます。ずい。前に運んでいます。ファーポストにクロスが入る。ゴールの枠に行きません。まずこ全の然ペー辺スがつかめには力ないがぞ。入りすぎなんじゃないでしょうか。まあ、さっきも言ったようにまひだる見てみ。ないんですけど、実際の試合も、まあ、先制で取られたところを見ると、最初こんな感じだったのかもしれないですけどね。ああ、取らない。福森明人。お、いい位置でいいんす。じゃない？見事なスルーパス。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアもうに実動き際のがあ試り合まとし話した。て先制を決めてしまいましたけ両どね。チームあのれ？ゲームプランも変わってきますあ、よ。しまった。試合の動 きが宮楽沢のし背み番で号すおかしくね。なってる。そう、ウーゴ言えたからなんかおかしくなったんだ。そう、ウーゴ前のチーム10番だったんだよな。そのせいでおかしくなったんだ。初めてのシュートやチャンべ。スを見事ものにしました。なんだよ、12素番っ晴らして。い決定力ですね。意思の疎通もバッチリでした。立ちすっ上がげえり違和集感。中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。パスをサイドに送ります。危ない。中で完全にフおほ。リー。止めた。ボール
が転がる。あーちょっと危ない危ない危ない。おお、ディフェンダーのインターセプト。いや12番。ダメだ、すっげえ違和感。まあ違和感って言いましたけど、あの宮澤そういえば昔一回11番つけてたような気がするな。チャンスにできるか。いいクロスが中に入った。このヘディングは大きく外れました。10番つけ始めたなんてなんか3年目か4年目ぐらいの時だったと思うんですけど、その前ってなんか11番確かつけてたんですよね、フォワード登録だった時。コースを狙いすぎたでしょうか。10、11、12と、ちょっと連番をつけたことになりますけど。いやダメだ、12番見たら笑っちゃう。くそ、後で直しておかないと。いいところを見ていました。ここから狙うのか。あーまずい、これはひどいシュートになりました。そう、俺が12番に動揺してる間に精度が低すぎます。キム・ミンテ、いやダメだ、12番何回見ても笑っちゃう。そうだ、試合に集中できねえ。相手ボールになります。よし、あーナイスカットだったけど、スローインです。くそ、四角ボタンを間違って押してしまった。早く出せよ、遅延行為取るぞ。もうイエローだてめえ、はよして。あれイエローじゃねえの、普通だったら。狙える位置です。何を狙うのか。おい、うん、あー取らない、ボールになります。くそ、金子翔太仕掛けてくるのか。ボールを奪われました。あくそ、12番、12番宮澤行け。ここは決めたい。カウンターが狙えそうでした。いやしかもよりによってその宮澤が点取るっていうのはどういうことなんだよ。よし、いいところへ出した。何をしてくるのか。中に入ってくる。あ、入るか。また12番ですよ、12番宮澤、キャプテンマーク。ため息が漏れます。いや惜しいチャンスでしたね。そう、ただのお笑い動画になってしまったじゃねえか。金子翔太、ここからどうするのか。狙いは悪くないクロスでしたが誰も触れません。よし、ボールはラインを割りました。ゴールキックです。ゴールキック。もう一度今のシュートをご覧ください。いや出したいところに宮坂いるんだよ。くそ、ダメだ、何回見ても笑う。ルーカス・フェルナンデス、ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。このクロスは、あー流れすぎた、そのままゴールラインを、カーブかけすぎだよ。うい、あーなんかミンテも点取ったみたいですね、珍しく。どんなゴールか全然知らないですけど。サポートが寄ってきた。おっと、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ボールは取らないか。そう、通れば暑かったのに。ああまずいな。スルーパス決まるか。ああまずか。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。まあいいや、先制ではなかったことにしよう。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。ああユニフォームを間違ってきた人が点取ったわけだし。小前義明、いやちょっとこのゲームの移籍システム初めていじったんですけど、ルーカス・フェルナンデス、武蔵とか、J、そのままにしてるんですよね。
ディフェンダーがここで食い止める。と武蔵をなんか適当な、なんだろう、その他チームとかに移籍させておけば自動的に空いた9番がウーゴがつけることになったはずなんですけど、ちょっと後で本当に直しておこう。直しておかないと毎回笑う羽目になる。さあどうする。あー取られた。展開しましたがディフェンスにタックルで防がれます。いいね、敵陣でのプレス。だくそ、何でもキックフェイントすればいいってもんじゃないの。カウンターも狙えます。カウンターアタック、借り取り高みね。カウンターのピンチでしたがここは素早く戻りました。何かしてきそうですがこのクロスはキーパーが簡単に処理しました。これは難しかった。あー細い、パスは通りません。まずいって。さあリードできるか。いや決まりました、ゴールです。くそ、現実は1点しか取られてなかったのに。ここ破ってきました。2点目取られたぞ。リードしたとはいえ1点差ですから守勢に回らないように気をつけたいですね。いやどうしよう、ゲームでは負けるかもしれない。これはもう自信にあふれているという様子が伺えます。いやダメだ、宮沢の12番のせいで集中できねえ。パスをサイドに送ります。よし、ここだ。だすごい、そこに走ってたのは宮沢かよ。よし、ここから狙うのか。粘れ。よし、12番キャプテン。何を狙うのか。キーパーが簡単に止めます。いや今のはああいうのワントラップして反転した方がいいのかな。無駄にしてしまいましたね。お、マイボール。オッケー。狙える位置です。なあ、キックフェイントアイドックスを使えばよかったが。相手ボールになりました。いいね。危険な位置です。緊張感が増してきます。お、いいんじゃない。いいけ、おっしゃ。ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。この時期になると頑張り始めるJボスロイド。ここで追いつかれました。あとわずかだったんですが集中が切れた隙を突かれましたね。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。チャンスを伺っています。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。コーナーキックです。同点ですがここはディフェンダーが上がってくるでしょう。中に入れた。コーナーキックはディフェンスを超えません。おー、止め、あ、オフサイドじゃないの。オフサイドの判定です。ちょっと前半は最低でもこのままでいこう。いやー、キャプテンがボールを欲しがってるよ。どうしよう。小前義明、ジェイ、よし、いいね。いいところを見ていました。通します。あー、ちょっときついな。カウンターアタックはカットされました。相手にボールが渡ります。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。遅らせろ遅らせろ。何をしてくるのか。金子翔太、あーまずい、福森。いや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 、ゴール決まった。いやもう、さあこれでハットトリックとなりました。うっそ、マジかよ。これでハットトリック。裏取られてんじゃねえぞ福森。素晴らしい点取り屋ですね。きっかけにしろよてめえ。もうファール覚悟でスライディングしてるのに止めれないってどういうことよ。いやもうこのままでって言ったのに、あっさり失点しやがって。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。よし、ああ体を当てて取る。奪った。そう、これは見事なインターセプト。
相手ボールになります。あーそこじゃない。高いパスが味方に出る、うん、うまく読んだインターセプト。レフリーの笛が鳴って前半終了。うわちょっといろいろ誤算が大きすぎた。ゲームはハーフタイムに移ります。もう一番の誤算はもうユニフォームだよ。いやどうしようかな、実際の選手交代はどんな感じだったんだろう。まあ、アラノは下がったのは明らかだけど、あちょっとゲーム上これ3人までしか交代できないからな。どうしようかな、まあ、ウーゴは使うとして、宮沢はフル出場してんだな。おかげで下げるわけにいかなくなったし、じゃあちょっと実際の試合と同じようにアラノを下げよう。ゲームでは怪我してないけど、そうちょっと予想外のことが起こりすぎて3失点もしてしまった。そう12番が気になるぜ。お、このファールにはフリーキックが与えられます。あーファールか。ちょっと12番に免じて見逃しよ今のファールは。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。駒井義明出たぜ。12番のナイスフィード。ここからどうするのか。いけ。あの選手が止めなければ入ってましたね。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。そううまくいかねえな。ちょっと勝てるかどうか怪しくなってきた。おいっやばい、まずいって。キーパーキーパーキーパー、いやちょっとキーパー、え何してんのマジで、ちょいい加減しろよおい。これは痛いですね。おじさん何してんの本当に。選択肢はなかった感じでしょうか。 PK が与えられたものの、いや もっと素早く飛び出せばこんなことにならなかっただろう。何してんのおじさん。ない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。いやもう、いやもうこれ負けるわ。PK はキーパーをよく観察するというデータもあります。じゃあ全然リズムがつかめない。出るかどうかが全てなんですが、ここは問題なく決めました。駒井義明、アンデルソン・ロペス、ここだ。あなんかワンテンポ遅いんだよな。よし、ルーカス・フェルナンデス、よしキャプテンはナイスカットだ。よし頼むぜ12番、ボールを運び、ここだ。あなんかミドルシュートってまず決まんねえよなこのゲーム。取りきれない。タッチラインを割ってスローインです。くそ一気にもうリズム崩れたわ。何を狙うのか。まずいまずい、いいボールが出ました。いやもうゴー。いやーちょっと待って、こんなにうまくいかないもんか。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。集中できねえんだよ。得点も狙ってほしいですね。いろんな事情があって。ここだ、通らない。あ取り返せ、切り返して、ここ、シュートは入る。ああマジかよ、ちくしょう。いや切り返してかわすまでうまくいったのに。
ダメだ、あれが決まんないようじゃもう無理だな。何かしてきそうですが、これはチャンスだ。シュートはディフェンスが止めました。これはいいクロスだ。ここはクリアします。よし、収めろ。ジェイ、小前義明、お、さあスタジアムのテンションが上がります。アンデルソン・ロペス、おっしゃ、これで点差が縮まりました。さすが当てになる男。まだまだ苦しい展開ですが、選手も頑張っています。同点もありえますよ。いや、早くボールを持っててくれ。失点直後、きっちりと点を返しました。これ良かったな。ここで1点入れたことで気持ち的に乗ってくるかもしれません。角度変えてみせてほしい。別の角度からご覧ください、うん、あ、なんかこういう感じか。いや、あれキーパーがなんかしょぼすぎるな。なんかあの状況にニアを抜かれるキーパーって結構ダサいと思うんですよ。まだまだゴールの予感がします。なんかファーサイドになんか巻いて決められたんだったら分かるんですけど、金子翔太、ニアを抜かれるのってちょっとキーパーとしてはやっちゃいけないですよね。ここで取られるわけにはいきませんが、ルーカス・フェルナンデス、よし、小前義明、はい、キャプテン、アンデルソン・ロペス、チャンスを伺っています。そう、どこだ。あー、惜しいな。角度がなさすぎました。狙うべき、右足だと無理があったか。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。ワントラップした方が良かったかな。おい、なあ、ダメだ、繋がらない。お、取れる。ボールは相手に渡ります。なあ、弱かった。そう、福森が職場放棄したせいでやばいぞ。さあどうする、チャンスにできるか。再びボールを奪われます。これはカウンターのチャンスです。よし、小前義明、ここからどうするのか。 OK、 クロスはマイナス。おジェイ、わー、キーパーがボールをキャッチしました。コース狙ったのはいいけど、ちょっと勢いが弱かったな。あー、まずい、まずいって。うん、よし、ボールを失いました。うん、通らないか。うまく読んだインターセプト。よし、いけ。何をしてくるのか。クイッで、ここで、まあ、枠入れてくれよ、はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますから、まだまだ。うーん、ウーゴ入れるか。あとどうしよう。左のルーカスはなんか割と機能してるから、シンプルに右は白井にしよう。まだ狙えますよ。選手2名ピッチに向かいます。10番つけてるよ、ウーゴ。本当は9番なのに。やーべ、もうシステムの問題という穴があったか。小前義昭、ウーゴ・ビエイラ、よし、狙える位置です。いいね。さあ来た、タッチできません。ボールがこぼれた。再びボールを失いました。おお、頑張ってる。ここから狙うのか。バーン、
まずいな。せっかく追い上げムードになってたのに。何を狙うのか。ここで勢いが止まってしまいました。ボールはラインを割って外へ、ゴールキックです。いやー、でも直前にクソ弱いチームとやったせいで、スタジアムの応援も一層なんかディフェンスがうまくいかねえわ。この雰囲気はすごいですね。間違いなく選手たちにとっては後押しになるはずです。ここはフォワードが下がってボールを受けます。よし、キャプテン、キャプテン頼むぞ。一度自陣に引いて、キャプテンから10番に固めています。わーっ、これは見事なインターセプト。通れば1点もだったのに。金子翔太、含まれ止めんかい。ここはドリブルで前に出ます。いや、そういう止め方をしろとは言ってないぞ。主審はカードを出すのでしょうか。バカ野郎お前。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。もろ借りに行ってんじゃん。おお、なんだすごい弾道だったけど。これはスローインになります。おー、キャプテン頑張ってくれ。アンデルソン・ロペス、小前義明、よし、ルーカス・フェルナンデス、ウーゴ・ビエイラ、仕掛けてくるのか。スペースに見事なスルーパス。あー、長い。思い切りよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。ファーストタッチが長かったよ今のは。白井くん、このカットは大きい。よし、しっかりと奪いました。小前義明、ウーゴ・ビエイラ、ここアンデルソン・ロペス、うん、いけるか。あー、引っかかった。見事なタックルです。ウーゴ・ビエイラ、一回サイドに出す。いい位置です。お、いけ、ありそうだ。チクソチクソ、ユニフォームのせいだかもしれませんが、チクソしてもよく止めました。髪型のまだ今変なやつだぞ。くそ、試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。一方的でもねえよ別に。清水エスパルスの本領発揮といったところでしょう。このままならさらに点差を広げられるかもしれませんね。くそ、キックフィンテにかかんねえ。あー、これはおそ松さんです。この野郎、イエローかもしれません。いや、イエローカードが、このゲームだとここでフリーキックもらってもチャンスになんねえんだよ。ちょっとなんかスルーパスでちょんとできないかな。あ、ここ弱い。キーパーよく見て反応しました。いやなら入ってもおかしくありませんでしたよ。くそ、ダイレクトで戻した方が良かったな今の。あ、まずい、まずい、来たか。くそ、あぶねえ、こぼれました。くそ、できるか。あ、パスを出した先は相手の選手。くそ、オフサイドにかかる。ウーゴ・ビエイラ、ゴールに向かっています。サポートを使えそうです。ここからどうするのか。いや、もうちょっと散らばってくれ。狙える位置です。よし、さらにもう一発。ファーの選手を狙った。クリアしきれません。キーパーのダイビングセーブ。いや、いいシュートだったな。鮮やかでしたね。いや、結構惜しかったのに。コーナーからエリア内。おっしゃ。1点差となりました。おっと、
さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。珍しくコーナーから決まった。終盤ですがまだ結果は分かりませんよ。うまくチャンスを作りましたね。決めたの誰だ。右コーナーからいいボールが入りました。中の選手の反応も良かったですね。ウーゴか決めたのは。組織的なディフェンスを期待していた人は肩透かしを食らったかもしれません。どちらのチームも大量にゴールが生まれています。もう時間ね、間に合わねえかな。さすがに早く回収しろ。このパスは読んでいました。よし、福森責任を取れ。時間ね、早く早く早く、みんな上がれってば。最後に同点のチャンスがやってきました。よし、うご、うご、頼む。同点に追いつけるか。おっしゃ、おっしゃ、同点です。土壇場で決めてくれましたね。どっと、これで勝負の行方は分からなくなりました。おい、マジで追いついた。あ、これ結構すごない？見事に追いつきましたね。相手は気落ちしているでしょうから、適当にロブパス出したのに。いや、さすがユニフォームパクっただけのことあるわ。もうですって宮沢がいると。もうちゃんと終わったらユニフォーム返せよ。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。なんだこのバカ試合は。前後半合わせねえよ、5対5とか。試合は決着がつきませんでした。いや、ひどい試合だな、5対5とか。どんだけ両チームともザルなんだよ。危険な位置です。緊張感が増してきます。いい位置です。これはここでゴールです。ああ、2点目か。試合は振り出しに戻りました。ダメだ、キャプテンマークの12番がすっげー笑える。何をしてくるのか。金子翔太、1点リードにできるか。いや、あれ福森がひでえわ。ゴール決まった。さあ、これでハットトリック。なんかファール覚悟で潰しに行ってんのにそれすらも振り切られるって。見事に PK を入れています。キャプテン翼のモブキャラかよ。何を狙うのか。いやー、ザラすぎんな、守備が。いいボールが出ました。ゴール。さあ、スタジアムのテンションが上がります。あ、これはいいゴールだったと思うな。あ、まあキーパーがしょぼいけど。これで点差が縮まりました。まあ、中で J が引きつけて、アンロペが抜け出すっていう形。あ、これ最後ですね。同点に追いつけるか。これいいな。こんな感じでも点取れるんだな。ちょっとこういう放り込みやろうかな。いや、ダメだ。なんかあの後ろに宮沢がいるのがユニフォーム返せって言ってるようにしか見えねえ。はい、いや別にこんなのやりませんよ。ドローで終了ですよ。5対5、ドロー。はい、ただのバカ試合になりましたと。はい、次からは試合がいつあるのかちゃんと確認してから、やろうと思います。ではありがとうございました。